はい、こんにちは。今回はドライカットのやり方を紹介していきます。で、ドライカットでも本当に世界中にいろんな切り方があります。いろんな技法というか、その人その人が考えた、で、その人その人が考えて広めたやり方がたくさんあります。で、僕が紹介していくのは、まず簡単に始められやすいドライカットとして紹介していき、チャンネルが続く限りは多くのいろんなドライカットも紹介していこうと思いますので、その中で何か一つでも得られるものがあればいいかなと思います。で、一度の動画でこう全部理解させるのは難しいので、たくさんまたこれから作っていく予定なので、まあ面白いなと思ったら評価とか高評価をしてもらって、で、それによってこの企画をどんどん進めていこうかなと思います。で、まずはじめにアウトラインからやっていきます。まずいつもと同じ頭の形、頭の骨格の変わり目ですね。で、ブロッキングを取ります。頭の形の方向性がそれぞれに変わってきます。アンダーセクションからミドル、オーバー、トップと頭が丸いので、それによって引き出すというのは今までと同じです。すべて骨格を意識しないことには僕のカットでは始まらないので、まず頭の形に合わせて分けます。で、アウトラインを切るときのポイントとしてはこれですね。まず長さをどこに持っていきたいのか、ここの下の線、この点ですね、この位置を把握して、で、このギザギザ感ですね。通常ただブラントで切っただけだとバツってなってるんですけど、その中にジグザグ、ギザギザ感を作るところの、この奥の奥行きの部分ですね、これも考えます。で、分かりやすく言うと、もう指2本分と指1本分のこのギザギザ感の深さとして選択するんですけど、まずは頭の形をこういうふうにスクエアに考えます。で、真下に下ろします。真下に下ろして、この奥行きのこの始まり部分を約指2本分ぐらい、この位置ぐらいから始めます。で、そこから切りたいライン、どの長さにするのか、今回は耳スレスレで切ります。ちょっと下ろして、耳スレスレのところから指2本分の奥行きから始まり、で、アウトラインを軽くしたい場合はこの束の上の部分を削ります。で、束のこの下じゃなくて上から切ります。で、下ろして、耳スレスレの長さで指2本分ぐらいの奥行きで上から切る。で、耳スレスレのところまで行ったら、そのまま次、隣、ここに指1本ずつの束をイメージするんですけど、奥行きから切り終わりまでで、この耳のスレスレで設定します。で、切り残しがあってもこの時はそのまんまで、次に今真下に下ろして切ってるので、今度生え際、この生え際の形に合わせて、こうやって垂直に、生え際に合わせて垂直に下ろします。生え際に合わせて垂直に、で、そこで残ってるラインを切ります。生え際に合わせて垂直に、生え際に合わせて垂直に下ろします。で、アウトラインが完成します。だいたい耳のスレスレぐらいですね。
で次にテーパー。今アウトラインを切っただけなんですけど、これは言うならばチョップカットで切ったようなもんですね。で次に今上は何もしてないので重たい状態、ブラントな状態なんですけど、そこにも同じようにチョップカットを入れたような感じ、テーパーを入れることで日本人独特の硬い質感、まあ、重たさというのを柔らかくするために入れていきます。テーパーは頭の、 この形に合わせて全部オンベースで引き出します。でこの時も全部束をイメージして、一つの束、この中にこの束があるのをイメージします。実際にやっていくと頭の形に合わせてオンベースで、これで深さもまたあるんですけど、基本的には女性の場合はもう中間ぐらいまでですね。メンズの場合はもうちょっと根元からいったりするんですけど、だいたい女性の場合は先ぐらい、毛先の方中心か行っても中間ぐらいとなってます。で今回は中間ぐらいから先に向かって頭の形に対してオンベース、で同じように次の列をオンベースに入れて全体的に中間からこの毛先までを削いだ状態、柔らかくしている状態ですね。はい、そしたら次にグラデーションを入れていきます。これも頭の形に合わせてここにあるんですけど、頭の形に対して垂直にそのまま引き出すと、これが90度ですね。で次に90度から水平0度、これが0度で、間の角度、この角度で切ると45度で、ここから指を半本分ずらすと 67.5 度になります。これは指をちょっとここに指が1本入るんですけど、この指のちょうど中間部分にそのまんま行くと45度で、この指の半本分にすると 67.5 度になるというような感じになるんですけど、例えば今回は 67.5 度で切るとすると、今切ったアウトラインでオンベース、頭の形に合わせてオンベースにここを引き出して、でこの髪の毛が落ちるところありますよね。でそこからこれが90度で45度で 67.5 度なので、ここの角度に向かってハサミを向けていきます。で長さは落とします。もう一度、これ 67.5 度がこの状態で 67.5 度ですね。で顔周りも同じように、この生え際に対して整体した位置で引き出します。このアウトライン、下から生え際に対して整体した位置で引き出して、そこからの生え際、これが90度で 67.5 度という感じで長さを落とします。これでテーパーを入れて 67.5 度の角度に切った状態なので、アウトラインが耳のスレスレ、このラインに揃っててジグザグになって、全体柔らかい感じで軽くなってて 67.5 度、ハイグラデーションが頭の形、骨格に対して入ってる状態です。基本としてこの考えを基本として今回のやり方では紹介していきます。で頭の形に合わせて今度ミドルセクションですね、
でミドルセクション、例えばラインを重たくの残したい場合は、初めにアウトラインを削るとき、切るときに下から削っていったりもします。で、先にテーパーを入れるのか、角度として切るのか、それはどちらでもいいんですけど、やりやすい方で、ただ残し具合っていうのは自分で調節する必要があります。今回の場合は頭の形に合わせてそのままオンベースで引き出して、同じように 67.5 度の角度で長さを切ります。で、頭の形が変わるので、ここで一度引き出したら上はまた持ち起こして、そこから 67.5 度で切ります。で、下からのつながりで 67.5 度頭の丸みに合わせてオンベースに引き出して 67.5 度で切り進めます。まず一度こういうふうにスクエアに考えて、手前に引いた状態で 67.5 度に切ったら、生え際の形に合わせてオンベースに引き出して、下から 67.5 度、ここから背景の形に合わせて 67.5 度に切ります。で、次にテーパーとして、中間から毛先ぐらいですね、これもオンベースに、全部オンベースに引き出して、で、指で重たさ、紙の量も触りながら、重たいところはちょっと奥から入れたり、もう軽いところはあまり入れない、入れるふりをしたりとかします。で、同じようにオンベースで、上から入れると軽さが出るし、下から入れるとアウトラインに厚みを、このパッツリ感を少し残すことができます。で、これが 67.5 度、頭の形に合わせて起こした時に、垂直よりも指を半本分ずらした位置、この 67.5 度になってて、でこう軽めに柔らかい感じの質感になってると思います。で、一度サイドで切ったのと顔周りを切ったら、間も同じようにテーパーと長さを 67.5 度に切ります。で、上の場合はトップとオーバーセクションで2回に分けて切る必要があります。テーパー表面あまり取りたくない場合は、もう毛先のみ、ちょっと立ち上がりを出したい場合は中間ぐらいからで、頭の形に合わせて入れます。で、通常は上はこの位置で届かないので、こういう感じで中間から毛先までを軽くする感じで、全部オンベースに引き出して取ります。で、その後に上を例えば45度にしたい場合は、下からのつながりとして、そこから頭の形に合わせて45度の角度にハサミをずらしながら長さを切ります。
同じようにスクエアに考えて、一度真横に全部手前に引き出して長さを切ります。で、顔周りも同じように生え際に合わせて整体した位置に引き出して、ここをどの角度にするのか、約45度にするならこの角度でハサミで進んでいきます。例えば上の場合、下から切ると重たい状態なんですけど、表面はラインが出やすいので、例えば表面を軽くしたい場合、なんか上から長さを切ったりします。最後に表面を落としてあげる。こういう感じでちょっとこう上から表面のバツッとなっているところを角を落とす感じで取ります。後ろも同じように、まずラインを決めたら、今はそんなに長さは切りたくないので、ちょっと少し軽くするぐらいで、ちょっと上の方から入れることで毛先を軽くします。あまりバツッとならないように軽めに設定して、でアウトラインの生え際に合わせて垂直に生え際の形通りに一度引き出して、切りたいラインに向かって切り進みます。生え際の形に合わせて、でそしたらその後に一度下に下ろして出るラインを切ります。生え際に合わせて引き出して真下に下ろしてチェックするのか、真下で切って生え際の形に合わせて切ってチェックするのか、どちらでもその時に合わせて変化していきます。でアウトラインを切ったら、ここはセームレイヤーで頭の形に合わせて長さを切ります。アウトラインから出てくる部分を頭の形に合わせたところ、この頭の形に合わせたところは切ります。で重たいところがあったらテーパー、毛先1センチぐらいですね、このぐらいの長さだと、で落とし、で次上ミドルセクション頭の骨格に合わせて変わり目で取ります。でここはグラデーション45度頭の形に合わせて45度で切ります。でまずテーパーから入れても角度から入れても、まずはちょっと軽くして、量が多い場合はもう先に軽くしてから長さ角度を決めた方が切りやすいので、重たい場合は先にテーパーから入れて、でそこから今度は下で切ったところから45度、頭の形に合わせて45度にハサミを進めていきます。全部ここで切って後ろで切って間を潰すという感じで丸く進みます。45度に、でこの指で取った時にしっかりどこの位置
で整体した位置に引いてるのかというのをしっかりと把握して、ここからの頭の形オンベースで45度に進むという感じになってます。でトップも45度、頭の形に合わせて45度で、オーバーセクションとトップセクションで分けて、ここの形に対して45度の角度で長さをしっかり落とします。最後まで玉の形に合わせて下からのつながりで45度、玉の形に合わせて下からのつながりで45度で、トップも同じように切っていきます。でテーパー、その中でどこを減らしたいのかですね、どこを減らしたいのか、ボリュームが出したいならどの辺で指をこう入れるところですね、この指の曲がりのところから短いのを入れてあげると膨らみというのが出てきます。でトップはこれだと届かないので、上からこういうふうに頭の形に合わせてオンベースに引き出して、下からのつながりで45度に向かって切っていきます。でテーパーも同じようにどこを減らしたいのか、オンベースに引き出して毛先を中心に減らしていってます。はい、で仕上がりとしてはこういう感じです。ドライカットで作るとこういう感じで柔らかい質感で、日本人の硬い感じですねを、外国人のような柔らかい猫っ毛のような質感というのを作りやすくすることができます。まずこれですね、今回のはこの大まかなところなんですけど、基本としてここを今までの僕のベース、頭の形と生え際ですねと角度というのを今までの動画で見てたらわかると思うんですけど、それからのここの一つの技法としてあるドライカットなので、まずはこれだとすごく取り入れやすいかなと思うので、またここからちょっといくつかスタイルを作っていくので参考にしてみてください。ということで今回は以上でした。